こんにちは、創業115年店内工房のあるジュエリーマンです。ですね、今日はですね、お知らせです。桜川市の桜川マラソン大会が、今年は3月ですね、3月10日に開催されますが、ジュエリーマーノでは毎年ですね、優勝者副賞ということで、優勝者各部門男女別ですねに優勝者に、こちらのペンダントで、お作りしています。今年のペンダントはこちらの桜の山桜の花びらのタイプのペンダントとキーホルダーということで、お送りさせていただいてます。お手話の方がこちらですね、今あの工房の方で作成しております。ぜひあの参加する皆さん、このこちらの優勝者副賞を目指して頑張ってください。ちなみにですね、去年はこちらの、トリプル桜ですね、こちらの方を全部で12組ですね、進呈させていただきました。でその前の年ですねが、こちらの桜のペンダントですね、キーホルダー、こちらを、進呈させてもらいました。こちら2年続けて、でございますので、今年がまあ4年目ということで、桜ヶ島のですねマラソン大会がより魅力的になるように貢献させていただきます。さらっとやった。